たんだよ。むしゃぶっておりますね、はるちゃん。待ちに待ったご飯だもんね。寝ちゃうのそこで。めっちゃ可愛くない？それか。意外とやれてよかったね。いや、やれたね。よかったね。なんとか乗れた。どうしよっか。この後ご飯買いに行く。なんせこっちには。おどやか。お刺身か。お刺身だね。お刺身。やっぱね、ここ来たら、ね。おどや、ここに来たらおどやに行かなきゃ。じゃない。そうだね。結構疲れたもん。疲れたら結構時間。でも一分くらいだよね。そんな入ってた。にしては疲れてない。狙ってるの？今日はね、本当に食べれるものがない。だって、ハル。一回ハルはご飯食べてるからね。なんならね。私たちはまだ食べてないからね。そこの違いかな。待ってますね。クッキングママも見守ってるハルさん。なんか来いよって。今日マジでないんだな。キュウリもないのよ。本当にね、春いいもんないのよ。お疲れ。お疲れちゃん。あ、香りがいい。あ、本当すごい。うん。闇の、なんだっけ、あのやばかった酒蔵のめっちゃ怖かったところでしょ。 あそこに似てる、連れ去られるかと思ったところで。そうなんだっけ。いいですね、お刺身久々だね。おどやのお刺身最高ですね。最高です。食べましょうか。はい、いただきます。やっぱ日本酒美味しいな。日本酒うまいね。久々に飲むとまたすごく美味しく感じる。爆睡だね、うん、やっぱ体これいい匂いしてるよね。おお、すげえ。でかい。でかいね。さあご飯食べましょう。食べましょう。いただきます。いただきます。パンめっちゃいい匂いしてる。美味しそうだね。うん。1000円の食パン。ハーフだったら500円で買えない。ね、これのさらに半分ってことだったな。じゃあ、あのでかいのはいくらなの？
美味しい。早いんだよ。苦ってるね。ちょっとだけで。美味しいから逆に食べた方がいいと思う。美味しい？美味しい？そんなことない。帰りたいんだね。ああ。